こちらウェイス情報局、こちらの時間です。辻さん、ちょっとこちらをご覧ください。ん？セミの抜け殻ですか？そうです。でも、よく見てください。あー、3つ縦に並んでる。そうなんですよ。ちょっと面白くて写しちゃいました。でもこういう写真はこの時期ならではですよね。ではまず、市内で活動する団体を紹介します。宮間バドミントンクラブといいます。全部で22名、女性が8名で残りが男性という構成です。このクラブはですね、今年の4月でちょうど30年を迎えました。グラスの中にいっぱいクラブあったんですが、皆さん試合とかに熱心で、基礎的な練習がちょっとできるクラブが少なかったので、私が、そういうクラブを作りたいということで、最初はですね、宮間東エステートといってですね、隣にある団地の奥様方が主体で発足したクラブなんですよ。それで宮間というクラブがずっと続いて名前になっています。今日はですね、一番若い人が17歳、一番上の人は70歳近くの人がいます。練習会場はですね、ここ宮間北小学校の体育館を、毎週日曜日の午前11時から午後2時まで約3時間を使って練習しております。最初からですね、初心者を対象にしたクラブを、基礎からですね、教えるクラブを作ろうということが、趣旨のモットーですし、会の方針なので、初心者の方は大歓迎いたします。バドミントン競技というのは基礎が大事なので、初心者の頃の人が来てですね、それでみんなと仲良くやれて長く続けるような、そういうクラブにしたいと思っております。皆さん一緒にバドミントンやりましょう。待ってます。辻さん、先日の花火大会は見ましたか？残念ながら仕事で見ることができなかったんです。実は私もなんです。たまにちらっと見ただけでじっくり見ることができなかったので、今回の番組は楽しみなんです。それに花火大会って打ち上げるまでにいろいろな準備があるんですね。そうなんですよ。花火大会当日の準備は朝早くから始まるんです。集まってきたのは浦安市花火大会のスタッフ、消防職員や花火師など、台船に花火を打ち上げるための筒などを積み込むために朝早くから集まりました。花火が始まるのは夜なのに、こんなに早い時間から関係者の皆さんは活動しているんですね。花火の打ち上げ場所となる台船で中心になって準備を進めるのは、宗家花火鍵屋のスタッフ。およそ6600発の花火玉を積み込みます。この準備がないと花火大会は始まらないですからね。観覧会場の総合公園への入場は午後2時なんですが、それよりも前に無料自由席の場所を確保しようと並ぶ人がいます。今日は5時20分ぐらいから並ばせていただきました。ちょっと一応ですね、何家族かちょっと背負ってますので、皆さんのためにちょっと代表して並んでますので、やっぱりこう家族がね、喜ぶ姿っていうのはね、2人で去年もそうだったんですけど、非常にこういい花火大会でしょ。そのやっぱり喜んでる姿が見たいじゃないですか。やっぱこう皆さんの盛り上がりとかね、その辺をやっぱり期待して、はい、今日並んでる状況です。なんか今年無料観覧席がすごいちっちゃいみたいなんで、ちょっと気合い入れていこうかなと思って、こうお菓子とか持って行きました。やっぱいい席を取ってこうゆったりと楽しみたいです。無料で一番いい席をと彼女のために取りたいから、早めに。年に一度の夏の祭典ですからね。この場所取りももしかしたら楽しみなのかもしれませんね。
荷物を積んだ台船が浦安沖にスタンバイ。警戒船も台船を取り囲むようにポジションにつきます。屋台もお客さんを呼び込むために準備に入ります。安全祈願作業と呼ばれます。花火大会の成功はまず身近であること。そのために市長をはじめ主催者の浦安市ふるさとづくり推進協議会佐久間会長や鍵屋の社長、関係者などが出席して安全祈願祭。花火大会が無事に事故がなく終わることを願うんですね。観覧席のオープン。ずいぶん多くの人が並んだんですね。そうなんです、浦安市の花火大会はこれからも皆さんに親しまれる花火大会を続けていくために協賛していただける方を募っています。協賛していただいた方には金額によってさまざまな席を用意しています。このほか今年の大会では浦安の子どもたちに浦安の花火をいつまでもふるさとの思い出として残してもらいたい、家族の触れ合いを深めるきっかけになるようにと浦安市在住の子どもたちとその家族のためのふるさとファミリー招待席を用意しました。去年まで並んで一番前に並んだんですけども、今日習い事がある娘がいてちょっと時間が遅くなるんで、でもそれでもやっぱり見たいっていうことで、まだせっかくだからこういう場所で見たくだなってことで応募しました。市内なんで、まあ家からでも見れるは見れるんですけど、こんな近くで見れることはないので、こうもう臨場感を思いっきり楽しみたいと思います。ちょっと2月にこちらに越してきて、で郵便受けにこう案内が入ってたので、ちょっと応募したら当たりましたんで。夏の風物詩ですから、まず音、体感で音を楽しみたいのと、やっぱり夜ね、子供がちっちゃいので起きてる時間ってあまりないので、そういう夜の雰囲気も家族で楽しめたらなと思ってます。今日はですね、まあ、屋台で食べたり、あとはまあとにかく花火がやっぱりメインなんで、家族5人でとにかく花火の綺麗さをちょっと楽しみたいなと思ってます。それからこちらを楽しみに会場に足を運ぶ人も多いようです。屋台ですね。私は何を食べようかと見て歩くのが好きです。心配していた雨が降り出しました。せっかくここまで準備したのに、多くの人が集まってきたのに中止にはしたくない。花火大会関係者は誰もがそう願いました。そうですよね、年に一度の花火大会ですからね。放送席もナレーターやスタッフがスタンバイ。最終打ち合わせです。打ち上げ時間が迫るにつれて会場全体がせわしなく動き出すんですね。そうですよ。それに雨にもかかわらず続々と多くの人が会場に足を運びました。本部テントに市長も到着。無料送迎バスも次から次へとピストン輸送が始まります。交通規制が始まりました。会場の警備などは浦安市自治会連合会や浦安市体育協会などボランティア団体が担当。市長が皆さんに挨拶に回りました。そ
して海上保安庁などによる2回目の実地検査。観覧会場は時間が経つにつれて人が多くなってきました。公園入り口などには屋台、おいしいものを食べて花火を楽しんでほしいと雨にも負けず出店しました。皆さん食べ物を買い込んで席に着いたりするんですね。市長はテレビ取材を受けます。雨が止んだりもしましたけど、はっきりしない天気でしたね。多くの人が傘を差した状態でしたが、開会式が始まりました。市長と佐久間会長の挨拶です。カウントダウンが始まりましたよ。今年の花火大会のメインテーマは、空に海に光り輝く浦安花火。7つのテーマで、宗家花火鍵や天野明子さんプロデュースの光と音のコラボレーションが夏の夜空を彩ります。テーマ1は、その手に夢を。醍醐味の一つは、水面に浮かぶ大輪の花ですよね。そうですよね。夜空の花火と海に咲く花火、そして音。そうです。鍵屋十五代目天野さんのこだわりの演出ですものね。鍵屋。でサンキュテーマ4はマイスイートピンク。
ここはワンダフルニャンダフル。片物の花火ですね。テーマ6はザ・パッション・オブ・ファイヤいよいよクライマックスです。テーマ7は明日への希望。ほっとしてますね。というのもやっぱりこの天気で天候でギリギリまでどうしようかっていう皆さんと協議していただいて、これも本当に関係諸団体またそのいろいろこの花火大会に協力してくれる皆さんのおかげで無事終わってほっとしております。案外風向きも良くて花火も綺麗に見えたんで、本当素晴らしい花火大会になったと思っております。雨でしたが素敵な花火大会でしたね。でも花火大会はこれで終わりじゃないんです。ん？どういうことですか？花火大会の翌日の朝、花が散った後の片付けです。自治会や体育協会、PTA、婦人の会連合会など様々なボランティア、およそ1000人の皆さんが集まり、会場に落ちたゴミを拾うんです。こういった後の作業があるから綺麗な花火の打ち上げや花火大会の成功があるんですね。ああ、やっぱり花火はいいですね。そうですね。ふるさとの花火大会ってやっぱり心に残りますからね。夏休みの思い出、家族と過ごした思い出、将来浦安がふるさとでよかったって思うんでしょうね。お父さんは？もちろんですよ。私も浦安がふるさとでよかったって思ってますよ。続いては市内で行われたイベントなどをご紹介します。 VTR スタート。7月20日には文化会館で中学生高校生との交流会。これは中学生高校生と千葉県教育庁職員とが交流の機会を持つことで、日頃生徒が考えていることや教育の課題についての意見を聞き、今後の教育について役立てることを目的としたものです。集まったのは浦安高校と市内9つの公立中学校の生徒24人。まずは自己紹介です。学校と名前、今一番関心のあることなどを話しました。
自己紹介が終わったらグループに分かれて話し合います。テーマは AI との共存、 AI は人類を救えるか。各グループで中心になって進行するのは浦安高校の生徒。 AI というと具体的にはどういうものなどを一人一人に聞きました。続いては AI のいい面や課題などの発表。グループでの話し合いはオリンピック・パラリンピック、介護問題、学校などに関連させながら進めました。そして AI と共存するにはということで、どうすれば AI をよりよく活用していくことができるかなどを考えついた人が意見を言い、まとめていきました。最後はグループの代表がそれぞれ話し合った結果を発表。 AI についての様々な意見が出ました。今回参加した生徒たちや千葉県の教育委員会の職員は、充実した時間を過ごすことができたのではないでしょうか。7月22日には双葉保育園の夏祭り、東小学校吹奏楽部の演奏でスタートしました。この夏祭りは子どもたちの安全を守ってほしいと、保護者だけでなく地域の皆さんも参加するイベントです。吹奏楽の演奏に続いては、ご近所の浦安高校からダンス部が登場しました。オープニングステージの後は模擬店などがスタート。冷やしきゅうりやかき氷は暑い夏には最高の食べ物です。ポップコーンは夏祭りの定番。お茶の売り子は子どもたちです。室内では工作など。ブンブンごまは地域の方が作ってくれた木の羽に色を塗ったりして完成させたもの。紙飛行機はお父さんお母さんも夢中になって飛ばしていました。ビニールいっぱいに入れているのは野菜の詰め放題。この野菜は双葉保育園で採れた野菜などなんです。猫種川沿いにおよそ50メートルの畑があり、そこにはナスや人参、ネギ、唐辛子、スイカなどがあり、子どもたちに1年を通して食べるものがどのように育っていくかなどを見てもらいたい、興味を持ってもらいたいと栽培しています。その畑に並んでいるのが今回の夏祭りの目玉、コンテストに出品されたかかしです。16体のかかしは浦安中学校自然科学部や浦安高校美術部、野球部、東海大学附属浦安高校、自治会、市役所青少年課、父母会などが作ったもの。個性的なかかしが並びました。このかかしは首から投票箱を下げていて、訪れた皆さんに投票してもらいます。どのかかしが一番人気があったのかを競うコンテストになっているんです。園庭ではかかし作りのパフォーマンス、元漁師の用務員さんと浦安高校のボランティアがかかし作りです。完成したかかしは園内にあるもち米の田んぼに置きました。多くの地域の皆さんも参加して賑やかに開催された双葉保育園の夏祭り。子どもだけでなく保護者や地域の皆さんなど、誰もが楽しい夏のひとときを過ごしていました。かかしコンテストの結果は双葉保育園の作品が一番人気でした。7月29日には日の出南小学校でプールで運動会。これは日の出南小学校親父の会が主催する夏のイベントです。集まったのはおよそ50人の子どもたち。準備運動をしてプールに入ります。まずはプールの中で大きく回り、流れるプールにします。水に体を慣らすためのプログラムです。競技は4つのグループに分かれてチャレンジ。宝探しは浮いているカラーボールや
沈んでいるゴルフボールを集める競技。ボールの色で得点が変わるのですが、それぞれの点数は競技が終わらないとわからないのが特徴の宝探しです。子どもたちは一生懸命にボールを集めました。ボールリレーはビーチボールを頭越しに後ろへ渡していく競技。一番になったところは親父も子どももガッツポーズです。ムカデリレーは前の人の肩をつかんで列を作り競争する競技です。陸上で行うムカデリレーより簡単なのではと思われがちですが、水の中でのムカデリレーは思った以上に大変で、簡単に列が途切れてしまうのです。それでも子どもたちは一等を目指して頑張りました。玉入れは運動会の競技と一緒、カゴに入ったボールの数で勝敗が決まります。子どもたちは楽しそうに競技をしますが、辛いのはカゴを持つ親父。たまにボールが当たるのです。それでも子どもたちの笑顔のために親父たちも頑張りました。続いての競技は水風船的当て。的はというと、そうです、親父たちです。子どもたちの攻撃に親父たちは水をかけて抵抗しました。お楽しみはスイカ割り。目隠しをして棒を持ってスイカを目指します。親父も子どもたちの姿を記念撮影。競技を終えたらお母さんたちが切ってくれたスイカを食べました。夏ならではのこのイベント、日の出南小学校のプールには子どもたちの元気な声が響いていました。7月31日には千葉県理容衛生同業組合ベイサイド勝南支部との協定締結式。これは災害時理髪師に被災者を支援していただくための協定です。被災者の生活衛生の向上や地域の再生を図るために協定を結びました。災害が起こったときは避難所などで髪の毛を切ったりひげを剃ってもらったり、美容ボランティアなどに関わる協力をしていただきます。ここで浦安市からのお知らせです。8月14日と15日に浦安小学校を会場に浦安市納涼盆踊り大会を開催します。時間は午後6時30分から午後9時まで。盆踊り大会期間中はお散歩バスの浦安駅バス停の場所が変わります。また中央公民館バス停が使用できなくなります。2つのバス停は午後4時40分から終日変更になりますので、ご協力よろしくお願いいたします。詳しくは広報浦安8月1日号をご覧ください。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちら、次回は子どもレポーター水辺散策、平和施設団市長表敬訪問などご覧のラインナップでお送りします。いや、夏休みですね。そうですね、子どもたちはあんまり羽目を外しすぎないように楽しんでほしいですね。そうですね、せっかくの夏休みですからいい思い出を作ってほしいですものね。あと宿題もちゃんとやってもらいたいですね、はい、そして夏休みを楽しんでください。それでは次回もお楽しみに。よいしょよいしょ。おー